はい、皆さんこんにちは、杉山先生です。今日は人から嫌われた時の対処法ということで、心理学の見地なんかを交えて皆さんにご紹介したいと思います。なんでかわからないけど、どうやらあの人から嫌われてるらしいと。そういうことってよくないですか？私はよくあります。鈍感なので。〇〇さんさ、絶対あの一言聞いて怒ってたよねとかって、他の人が言っても私だけ気づいてなかったみたいなことってめちゃめちゃよくあるんですよ。こういうことがめちゃめちゃよくあるので、自分は鈍感だということに気づいてですね、それで教員時代にセミナーやら講座やらを受けて心理学を学んできたんですね。ということで、今回はそんな私が心理学に基づいて人から嫌われた時の対処法ということでお話していきたいと思います。ここで紹介する研究結果については、こちらの人たらしのブラック心理術という本から引用しています。よかったらこちらも読んでみてください。この動画を最後まで見ていただくと、人から嫌われたかなと思ってもこう変に不安に思ってストレスを抱えて鬱になってしまったりとか、もう職場に行くのが嫌だなっていう風になってしまったりとか、そういう風にならないようなマインドを身につけることができます。動画の最後の方ではですね、私から一つ皆さんにお知らせもあるので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけたらなと思います。では具体的な方法に入っていきますね。まず、大切な人から嫌われてしまった場合どうしたらいいかということをお話していきます。ある調査によると、人間関係でトラブルが起きた時に我慢したり放置したりして何もしないという人が約半分ぐらいの割合でいるそうなんですよ。じゃあ何もしないでおけば時が解決してくれるのかというと、そういうわけでもないんですね。何もしなかった人のうちの半分以上は問題が解決しなかったそうです。つまり、放っておいても問題は消えてなくなりはしないということなんですね。一方で、トラブルになった時に話し合うなどして何らかの対処をした人、そういう人はですね、約 80% の人が問題を解決できたというふうに答えているそうです。つまり、あなたが誰かと人間関係でトラブルになったとして、その人と人間関係を良好に保っていきたいと考えるんだったら、すぐに話し合いをすべきということですね。とはいうものの、人から一方的に嫌われたり、なんだか知らないけどあの人怒ってるみたいっていう場合って、ほとんどの場合原因がよくわからないですよね。そういう場合にはですね、素直に聞いてしまうのが一番手っ取り早いです。相手はあなたと縁を切りたくて怒っている風に見せてるわけじゃなくて、何か主張があって怒っている風に見せてるわけですよね。だからこちらから一歩歩み寄ってあげるだけで、ぐっと問題解決に近づくことができます。そして、問題を解決するためにあなたができることを考えて実践してみたらいいと思います。相手に、なんで怒ってるんだあいつって言って文句言っても変わらないです。あなたがまず変わること。もし怒っている相手があなたも大切な人だったら、そういう風にしてあなたが変わって、あなたから歩み寄ってあげてみてください。続いて、あなたが嫌いな人から嫌われた場合ですね、怒っている相手が嫌いな人だった、そういう場合にはどうしたらいいでしょうか。私だったら、もうこれは徹底的に気にしない、関係ないと思う、そういう戦略を取ります。京都大学のある調査によるとですね、一旦嫌われてしまってその後から印象を覆すのってすごく難しいという調査結果があるんですね。もしその相手が好きな人だったら、なんとかリカバリーしようとして早めに努力してみるべきなんですけど、でもそれが嫌いな相手だったら、もう元々リカバリーするのは難しいし、元々嫌いな人なんだから、そこに時間と労力を割くのがもったいないと。なので、もう放っておく方がいいということですね。そもそも人をコントロールできるなんて思っちゃいけないと思うんですよ。私があの人を変えてやるとか、あの人に私の気持ちを分からせようとか、そんなことができると思ってる方がそもそも思い上がりですよね。あなたにできることは、あなたの気持ちを伝える、ただそれだけです。例えば、なんか嫌なことを言われたとして、それをやめさせるというのは無理なわけですよ。無理やり首根っこ掴んでね、おいしそれ以上言うななんていうことできないわけですから、そういう時にあなたができることは、そういう言い方をされると、私は辛いからやめてほしいよと伝えることですね。それを聞いて相手の気持ちが変わるかどうか、そこはもうあなたの守備範囲外のことで、相手の気持ちの問題です。だからコントロールすることはできません。多くの人はね、ここを勘違いしてるんですよ。きっと分かってもらえるとか、きっとあの人のことを変えられるとか、そんな風に過剰な期待をして人と接しているんですね。もうそんなことできるとしたら、それはもうマインドコントロールでしかないですよね。そこに過剰な期待をしてしまうから、なんで分かってくれないの、後でやろうと思ってたのにとか言って、勝手に怒って勝手に傷つくことになるわけですね。一つ覚えておいてほしいことは、相手をコントロールすることはできない。私がコントロールできるのは自分の行動だけ。このことをしっかり覚えておいてほしいなと思います。
この超基本原則を理解しておくだけでだいぶ人間関係が楽になります。で、今日はその人から嫌われてしまった時というテーマなんですけど、あなたの周りにもね、いつも怒ってる人、怒りっぽい人、すぐに機嫌が悪くなる人、いつも不機嫌な人いると思うんですよ。こういう人はね、相手を自分の思う通りにコントロールしてやろうと、そういう心理を持っている典型的なタイプなんですね。そういう心理を持ってる人なんですね。で、これって、まあ、言ってみれば、小さい子供がおもちゃを買ってほしくて、でも買ってもらえなくて、わあなんで買ってくれないんだ、わあわあわあって言ってダダをこねてる、これと同じ心理なんですね。私はこうしてほしいのにあなたはしてくれない、だから怒る。それは本当に幼児の発達段階と同じなんですよ。相手は自分のイメージ通りに動いてくれると思っている、でもそれが思っていたのと違った、だからなんでわかんねえんだよとか、もういいよとか、当たり前だろそんなのとかね、いいから早くしろとか、なんでできないんだとか言って怒り散らすと、そんなん知らねえよって話じゃないですか、お前はそう思ってるだけだろっていう話ですよね。まあ確かにね、そこでなんか問題が発生してると思うんですよ。例えば私がミスをしてしまったとかね。でもなんでわかんねえんだよっていうのって、その問題を解決しようとしている姿勢ではないですよね。そこにあるのは、お前が俺の思う通りに動かないのが悪いと、だから問題が起こってるんだろうという相手に全ての責任を押し付けた考え方ですよね。人間関係が厳しい職場とかそういう業界だと、もうこういう上の人が下の人に怒り散らすっていう関係が当たり前になってしまってるんですね。なので本人もそこにいる人たちもなかなかこの異常性に気づかないんです。そしてその中でいつも一番弱い人がターゲットになって、みんなからガンガン怒られるわけですよ。そしていつも責任を負わされて精神を読んで辞めていく。もしね、あなたの職場がそんな感じだとしたら、それで精神を病むぐらいだったらさっさと辞めてしまった方がいいです。こういうマインドを持っている人とは基本関わらない方がいい。嫌われても全然 OK だと思います。で、こういう話をするとですね、いや、人間関係ってそんな簡単なものじゃないからねとか、簡単に辞めたら人は成長できないんだよとか、そういう厳しい環境に耐えて人は強くなっていくんだよみたいに言う人もいるんですよ。でもね、私は思うんですけど、そんなにあんたメンタルが強くなりたいんだったら、紛争地域にでも出向いてボランティアでもしてくればいいじゃないかと、まあ、もしくはどっかの山にこもってね、何日間も断食してずっと滝に打たれてればいいじゃないかと、そう思いますよ。そうしたらめっちゃメンタル強くなれますから。メンタルを強くしたいと思うんだったら、そんな職場に身を置いてるよりもそういうことしてた方がよっぽど早いですよね。私は別にメンタルの修行をするために生きているわけではないし、メンタルを強くするという目的で仕事をしているわけでもないです。だからそういう人間関係に耐えるというのはまっぴらごめんだと思います。むしろストレスフリーで幸せに暮らしたいなといつも思う。何か大きな目的があって、そこに至るまでの苦労だったら勝手でも背負います。でも目的がない苦労なんて絶対に負いたくないと思います。多くの人は意味もないただの嫌がらせだとしても耐えてこそ人生みたいな風に考えて、その考えを下の人たちにも押し付けてくるわけですよね。その考えにどれだけ多くの日本人が苦しんで、どれだけ多くの人が自殺に追い込まれたか計り知れないですよ。いい加減でもう日本人はこういう誰も幸せにならないようなマインドからどんどん抜け出すべきです。先ほど言った通り、相手をコントロールすることはできません。私がコントロールできるのは私の行動だけです。ここのところを理解していれば、人から嫌われようが何だろうが、きっとあなたはやっていけると思います。ということで、今日は人から嫌われた時の対処法、心理学のテクニックに基づいてということでお話ししました。最後に一つお知らせなんですけど、私の動画をいつも見てくださっている皆さん、ありがとうございます。多くの方からセミナーを開いてほしいという声をたくさんいただきました。 YouTube の方もね、ようやく少しだけ落ち着いてきたので、オンラインセミナーをね、ここで開催してみようかなと思っています。皆さんがどういうセミナーを求めているのか、まだはっきり私の方でもつかめていないので、今回2つの種類のセミナーを開こうと考えています。私のね、 LINE に登録してくださっている方にはもうお知らせをしましたが、そのセミナーについての詳しい情報はですね、そこの LINE に登録していただけると見れるようになっております。
りますので、動画の概要欄にその LINE の URL を貼っておきますので、ぜひそちらから登録してセミナーの情報を確認していただけたらなと思います。一つは YouTube のチャンネル登録を伸ばす方法、一つはこれからのビジネスについて考えていくようなセミナーになっています。よかったらぜひチェックしてみてください。こんな感じでこのチャンネルでは好きを仕事に自分らしく生きるというテーマで動画をお送りしています。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、それからコメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではまた。